はいまずスタートですねスタートは内側から松浦選手自ら取りに行ってまず松浦選手取りに行きましたねあとは新山選手も勢いよく飛び出しましたので松浦選手をかわして前に受け前受けです、3番、7番が前段ですね、そしてこの後に茂原林選手が短期なんですけどね前まで上昇してきて東北勢の後ろに入ります。 前を、ね、1回、えー、伺った松浦選手なんですけれども、えー、3番、7番、東北ラインの後ろ、そこには茂、えー、橋選手を入れて、えー、その後ろ4番,手です、ねえー、4番手に松浦選手が入りました、えー、柏野選手がマークです、1番、8番ですね、そしてその後ろには山田洋平選手、そして新井貴大選手の九州ライン、2番、5番ですね、そして最後方には6番、4番。 岩本選手に小原選手、南関東の2人ですね、このような体勢でレースがスタートしました。<laughs> 体勢的には2対 2, 2対2対1対2対2、細切れですよね、モ橋ハ選手が短期ということなんですけれども、まずは東北勢の後ろにつけました。 あとは何でもできるレース校舎の松浦選手ですよね、松浦選手も最初は初手は中段からなんですけども、残り2周の赤番で、前、前に行ってレースをね拡乱するようなこともありましたね、そして山田洋平選手の思い切りの良さ、そこも光ったような気がしますね、まずは後方にいる岩本選手ですね、岩本選手からレースを崩していくんですけども、 まあそれに対して新山選手の強い気持ち、まあ、それが非常に発揮されたのではないかなと思います自信の表れなのかもしれませんね、えー、残り2週半の青バンバックで岩本選手が上昇してきました、まあ、新山選手もこの時に車間を誘導員から開けてますので、えー、突っ張る気持ちも、ね、あったんでしょうね松浦選手がそこを見ながらここちょっとシビアでしたけども、えー、新山選手が強い気持ちで、ねえー、突っ張っていきましたね えー、そして森澤選手が横をさばきながら、えー、ここアシストしている感じなんですけども打撲で山田裕平選手が勢いよくかましてきましたのでね、えー、新山選手はこれをいかせてしまうんですよねそして新山選手もかなり足を使っていると思うんですけども3番手に収まってここで1回一呼吸ついてまたまくりに行くわけなんですけども、えー、非常に。 えー、ここ、諸橋選手も、ね、3番手、えー、3番、7番の後ろにいるわけなんですけどここで少し、えー、口が開き始めるんですよね、そして新井選手も前に踏みましたので、ちょっと厳しくなってきたのかなというところですね、えー、ここは再度まくりに行った新山選手と森澤選手、森澤選手が差して1着、新山選手が2着、よく粘ったと思います、あとは新井選手が踏み勝って3着に入りました、7番、3番、5番で大ースが終了いたしました。やはり、ね、こう森沢選手 やっぱり、うん、昨年のグランプリで失格したということをかなり本人も気にしてましたので、ね、あ,<ー>まあ今日もだいぶ気合いの入ったレースだったと思いますのでこの、うんね、まあ、まあ、また、ね、いいレースを見たいと思いますね。いい